こんばんは。2017年、今日はもう10月の、8日ですね。今夜は、今、入って声が聞こえたと思うんですけれども、沖縄から金城保さん、上市の金城保さんをお迎えして、放送させていただきます。では、金城保さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。声は聞こえますか、あこさん。私の方は聞こえてるんですけど、皆さんいかがでしょうか？いかがで声し聞ょうこえてか。ますか？前回ね、あまり聞こえにくいとか聞こえないとかって聞いたので、マイクがつきました。そうですね。ですが。今日はマイクを準備しておりますので、また聞こえたり聞こえなかったりっていうのがあったら、教えていただけるといいなと思います。お願いしまはい。す。よろしくお願いします。よろしくお願いします。また今夜は、金城保さんに、あなたの不思議な体験や気になる夢を読み解きますということで、皆様からの、ご投稿、お待ちしております。何でもいいからね、質問してくださると嬉しいなと思いますね。沖縄は、今日、台風でしたね。そうですね、今日の朝から暴風域に入っていて、まあでも昼過ぎくらいにはもう抜けてたんですよ。そうなんですね。で、結構警戒してたんですけど、ちょうどお昼手前くらいに台風の目の中に入って、買い物とかも行けたし、全然、収まってしばらく。よかったですね。そんなに強くのがなかったですね、今回のは。よかったですね。まあ、前回がきつかったんかな。なんかいや、ね。前回はね、直撃なかったんあ、で、はいはい。全然大丈夫でした。そうでしたか。今回の方が風は強かったんですけどね。そうなんですね。そうか。私とこが、この前、関西の方が、ちょっと私もね、宮島とかね、あの辺行ってたんですけれども、ちょうど、その頃、こちらの方でね、その後かな、10月の22日ぐらいかな。こっちで、台風でしたね。で、大丈夫ですかそう、ね。私の、住む、大阪市内は結構ね、被害少ないんですけれども、まあ、周辺で、奈良とかね、その界隈でね、皆さん本当に、川が氾濫したりとか、いろんなことがこうね、まあ、なんかすごかったらしいですね。そうです。兵庫県の方も。そうです。ね、関西の方はね、あまり、きつい台風が少ないので、ちょっとなんかあったら、もうみんなびっくりしますけど。ね。ごめんなさいね。ちょっとね、その頃から、風邪をひいてしまいまして。大丈夫ですか？大丈夫です。まあ、咳が出るぐらいで、まあ、しんどさがないので、いいんですけれども、私はこう、ヒプノセラピーとかするので、セッションはちょっと難しいなと思って、早く治そうと思いますけど。対面とかもね、大変ですね。そうですね。ね、田本さんの方は、いかがですか？最近、どんな感じですか？こっちはね、大阪行ってたんですよね。あんこさんと分かったんですけど、今月、5日から、10日まで、11日まで、行ってまして、まあ、イベントだったり、個人セッションだったりで、ちょっと一泊させてもらってて、で、帰ってきてからもですね、台風が過ぎて直後に、大阪のお友達が沖縄に遊びに来てて、もう5人ぐらいの団体さんで来てて、で、久米島、あ、久高島ツアーをね、して回って、みんなで楽しく、食べたり飲んだりしましたね。なるほどね。充いい実ですしね。た毎日を。よかったですね。ちょうどその頃ね、お天気も良くそうてですね。ね。ねちょっと帰った後に台風だったので、すごいメンバーだったなと思ったんですよ。よかったですね、本台当風に。が終わって、すぐ直行で来られて、久高島にも渡れたんですよ、フェリーも。順よかったです調べて。ね。だからね、結構するんですよ、すぐ、久そう高です島フェリーっね。て。日帰りで行かれたんですか？いや、3日、3泊4日ですよね。久米、え、じゃあ、久高島は日帰りで。久高島は1日、
一泊で。いや、一泊じゃなくて。あ、一日、日帰りで。日帰りで、そうですね。日帰りで。うっかりね、泊まって私は3泊したことある。来ました。はい。うっかりね。うっかりね。波が強くて帰れなくなったとか、うん。そうそう。まあ、久高島の中ではお天気が良かったんで、いろいろ、行くことはできたんですけれども、まあ、それも何かかなと思って、はい、ね、はい、まあ、思うようにしてますけど。ね、じゃあ、夢時っていうことなんで、はい、先日、私、まあ、宮島って言ってね、厳島神社のあるところに行ってきたんですよ。で、ちょうどその時が新月だったんです。で、その時、まあ、そうですね、厳島神社のある島の中で泊まることができて。そう、一番、神社に近いホテルに泊まって。で、まあ、神社にね、泊まると、その、夜遅くまでこう神社の中こう歩くこともできるし、早朝から歩くとこも、歩くこともできるので、まあ、良かったですよ。うんうん。いいですね。本当に良かったんですよ。うん、で、まあ、ただ、紅葉には少し時期が早いし、まあでも早いからまあ空いてたのかなと思うんですけども、まあ、そこで、朝、夢見ましたね。はい、その夢が、はい、まあ、沖縄のね、夢かなと思ったんですけど、まあ、ちょっと、まあ、意外なっていうかね、まあ、これ私じゃないやろなと思うんですけど、まあ、あまり最近お付き合いしていないお友達っていうか、知り合いの方が、なんかいろいろ準備をしていて、で、準備ができてますよっていう夢やったんです。これは、ひょっとしたら私にじゃなくて、知り合いの人にのための夢やったんかな、とちらっと思ったりとかするんですけれども、まあ、あと、まあ、沖縄は、その時はね、まだね、まあ、来年の1月に行くこととかは決めてなかったんですけれども、で、今年も、まあ、行く予定してたのが、まあ、ちょっと、日程が合わなくて、まあ、今年はもうちょっと沖縄には行けないな、と思ってたので、まあ、さらっと何かなと思ってはしてたんですけどね。まあ、でも私的にはやっぱりこういろんな意味で準備が、できてるんだから早く動きなさいって言われてるような気もしましたけど。例えば、はい、他人というか知り合いが出てきた人を、だから、自分の夢の内容じゃないとか、誰かあっての夢とかっては、まあ、言われたりはするんですけど、人の顔を借りて、出てくるとか、人の顔とかに体を借りて、自分の中の答えが出てくるっていうとかもあるんですね。で、基本的に、はい、夢の中の内容っていうのは、大体自分に関することが多くて、はあ、で、あおこさんのこの今2番目のお話の時にね、はい、準備できているっていう今言い方をされたんですけど、はい、これはやっぱり自分自身のことで、はい、いろんなことにおいて準備ができていることと、あおこさんが今考えていることだったり、もうそれを先にスタートさせたり、もう進んでいいんだよってことの、肯定とかね、返事とか、あるいはバカですかとかね、はいっていう感じなんですよ。ですね。ありがとうございます。まあ、実は、その、まあ、今回も、沖縄にやっぱり行ったりすると、結構もうそちらにエネルギー注いでしまうので、まあ、ちょっとじっとしとかないと、てかしときたいな、とも思ってたんですよ。で、まあ、私はまあ、今年に入ってから、まあ、自分に注目しようっていうか、自分の気持ちに正直に、そして素直になりたいなっていうのがテーマでね、ずっとしてるんですけれども、うん、まあ、うん、まあ、その、が少しずつ、まあ、できてるのかなって、まあ、でも、
もうその準備がちゃんとできるのを自分で感じる前にもう踏み出していきなさいよっていうことで、で、目先のその、まあ、ちょっと沖縄に行くって言ったら、ま、私にとってはちょっと大きなイベントになるんで、それをちょっとま、ストップして、じっと、家にいときなさいっていう意味もあったのかなとか思っていて、そっちへちょっと意識向けていかないとね、向けてい、ちょっとあんこさんのことは僕もちょっとよく知ってたりするんですけど、はい、もう長いので、あんこさんの意識のメリハリだったり、はい、この準備も含めてなんですけど、うんうん、スケジュールとプログラムなんですよ。特にあんこさんの場合は。はい、うん、これは、変な言い方でも何でもなく、はい、あんこさん感覚とかは、鋭くて、それはそれでいいんですけど、計画性とか緻密な計画と、うんうん、そこに時間を割いて考えて、うん、スケジュール通りに動くっていうことがまだちゃんとできてないんですよ。ごめんね、こんなこと。いや、全然その通りです。はい、なのでちょっとずつね、自分のペースでいいから、そのプログラムとかスケジュールをちょっとずつ、なんて言うんだろう、広く丁寧にって確実に、はいはい、完璧にではなくて確実、はい、ちょっとずつ、その詰めていく、はい、で例えばやっぱり、1週間ぐらい先を見てちょっと考えることができるようになっていったら、次は3週間ですよね、はい、1ヶ月とか、はい、いきなり何ヶ月も先っていうことではなく、はい、今日1日、明日1日とかね、うん、っていう感じで詰めていくんですけど、で そこにプラス、スピリチュアルとか直感力とか、インスピレーションとかアイデアが降りてきたときには、そのために行動しなければならないんですけど、一日の使い方の午前中に直感とか、夢の中で、インスピレーションとか夢を見たとかなってくると、そこに行かなければならなくなりますよね。そうすると、それを午前中に、やるんですね。直感できたことは、もうパッて動かないといけない。アウトプットしないですね。インプットされたことがなので、それではワンセットなので、それで午前中はそうやって動いて、で、午後に今日決めてきたことで動いていくんですよね。夜にかけて。で、それができない場合には、明日への宿題ってなる。なるほど。っていうことは僕も頭の中では分かってるんですよ。僕もきちんとできているわけじゃないので、人にそうやって言われると、僕自身も完璧かって言われると、ちょっと全然違うんですよね。なんだけど、そこには分かってはいるんですけど。そうやね。まあ、そう、あまりね、こう、私も、周りから、こう、きっちり、こう、当てはめなさいよって言われると、なんか、あ、ちょっと無理かなって思ってしまうところもあって、まあ、極力、こう、でも、やっぱり自分のための自分のスケジュールっていうのは、ちゃんと決めて、それに沿って、動きたいなって思いましたね、今ね。うん、そうですね。あと、もう一番大事なところをやっぱりこう直視できないっていう、やっぱり、癖があるっていうかね、見たくないっていうかね、そこにはまりたくないっていうかね、どうしてもなんか、脇へ脇へそれてるんじゃないかなっていうところもちらっと感じたりとかもしてるんですけれども、うん、まあね、あんこさんの場合はやっぱり忙しいこともあって、うん、例えば、ね、お父さんのことだったりね、お仕事のことも含めてそうなんですけど、はい、誰かね、例えばイベントをやっていた時のような、うん、お手伝いする人がいればいいんですけどね。はあ、まあそれはね、うん、反対に私がお手伝いしなあかん状態か。いや、あんこさんの、秘書じゃないんですけど、何かね、これイベントの時には手伝ってくれてるくれる人っていたじゃないですか。はいはい。感じでね、出てこないかなとは思うんですけどね。まあでも、まあ今ね、結構そのイベントの時からのお友達が、まあ一緒にこう、まあ、なんていうかな、お話ししてくれたりとか。で、なんか、こう、どこか行くときには、私を車に乗せて行ってくれたりとか、っていうことで、そう、すごく、まあ、感謝してるんです。で、まあ、私、そうなんです。そう。そう。まあ、お手伝いっていうか、まあ、本当に、いいですよって言って、乗せて行ってくれたりとかしてるけれども、まあ、でも、その、やっぱり、自分のことはやっぱり自分でっていうね、やっぱりあれば、そういう意味じゃなくてね、自分のプログラム、自分のやりたいことに関しては、やっぱりこう、
そういう協力ではなくて、もう自分のやりたいようにやらないと気が済まないというところがあるので、その辺はちょっとね、難しいかもね。うん。いや、それはそれでいいと思いますね。自分のやりたいように。で、まあ、そういうね、まあ、お手伝い、多分、うちの主人も含めて、皆さんがなんかしてくれてはるような気もするし、どうなんやろな。まあ、まあ、そういうサポートはまだないかもね。そういう意味では、うん、タモちゃんはどうですか？今、いい感じで。僕は、お手伝いしてくれる人が、ね、サポートしてくれる人がいるので、その今の段階でそれを実感していて、一人ではできないことが、二人だったらできるとか、ね、いいですね。のがあって、うん、で自分にない能力を、その、助けてくれてる方が持って、で、それでなんか二人三脚のような感じで、やれているので、今のところは。そう。そうですね。うん、まあ、本当に理解者がいらっしゃるんですね。理解者がいる。ね。まあ、宇宙の主人は、まあ、そういう神社とか行ってもね、私は、深夜、夜とか朝とか、そういう案内を受けて散歩するけれども、主人はホテルの中でじっとしてはるし。で、ロープ。それはそれでいいと思いますよ。ロープウェイに乗って、そう、行こうよって言っても嫌って言われるし。まあ、全くね、そういう意味ではね、まあ、一緒には無理なんですけれども、あ、じゃあちょっと今いろいろ投稿していただいてるので読み上げていきますね。はい。よもぎさん聞こえてますか？ありがとうございます。はい。ピノキオさん。はい。ちょっと、ご質問来てますね。はい。おとしぶみさん。はい。そう、おとしぶみさんもね、ありがとうございます。しろゆきさん、あんこさん、近所さん、こんばんは。夢診断お願いします。ということですね。はい。りんごさん、こんばんは。きょうさん、こんばんは。はい、金城さん、こんばんは、ということで。はい、またご質問来てますので。では、よろしいでしょうか。はい、はい、お願いします。はい、では、まず、ピノキオさんのご質問ですね。はい、亡き祖母が生前、これは、崇高そうな白いひげのおじいさんが多分、死んだら、お前のことは安生してやるからな、といった夢を見たと言っていました。祖母はその頃ある悩みを抱えていたので、今は辛いだろうけど、大丈夫だからなという意味で言っているのだと思います。はい、当時、高校生の私はそんなに、興味はありませんでしたが、祖母は何か特別な夢だと思っていたらしく、何度かその話を聞かされました。スピリチュアルに興味を持つようになった今、その夢は、唯一、の、夢で、じゃあこれは何て言うのかな、まあ、夢ではないのではないか、そのヒゲの老人は、何者なのかと考えるようになりました。夢、判断をお願いしますということですね。これはおばあさんが見た夢なんですね。そうです。亡き祖母が。そうですね。はい。で、戦前、崇高そうな白い髪のおじいさんから、これは夢で見たんですね。そうですね。はい。これは はい、自分たちだったり、はい、霊的なことを仕事にする人たちがよく見るような夢なんですよね。はい、ひげの長い白い老人とか、はい、白い着物を着た女性とか老人も含めてそうなんですけど、うん、霊的なお手伝いをする人たちがよく見る夢なんですけど、はい、でも死んだら安生してやるってことなんですよね。あの世に行ったところですよね。多分死んだら。はい、うん。うんうん。だから、死んだ時のことまで心配せずに、今生きている時に、例えば思いっきり、やりたいことをやったり、後悔のしないような生き方をしてねってことだと思うんですよ。はい。うん。自分のやりたいことだったり、うん、この方女性ですから、うん、家庭のこともあるとは思うんですけど、うん、家庭のことも含めて、別なことも含めて、はい。いっぱい、頑張ってねっていう励ましの夢だとは思うんです。あ、はい。だから、大事な夢でもあるし、うん、ありがたい夢でもあるし、もちろん大切なんですが、うん。もう亡くなった後ですよね、この祖母がもう亡くなったんですよね。はい、うん。うんうん、この夢はこの祖母のものなので、ええ、そうですね。はい、このピナピノさんには、
直接は関係はないと思いますが、はい、血がつながってますよね、やっぱりこっちさんと。まあ、そうですね、これからというか、いろいろあるかもしれませんが、ピノピオさんの夢にはその方は出てきてらっしゃらないのかな。もしかしたら出てくる可能性もありますね。ピノキオさんって前も聞いた気がするんですけど、そピノキオさんよくね、書き込みしてくださってますね。そしたらこの方も霊的な何かちょっと持ってますよね。そうですね、感性の強い、僕の考え方ではそういうのは遺伝するので、あ、はい、おばあさんもそういう力を持ってて、子供が生まれたらみんなに遺伝するっていうわけでもまた違う話なんですけど、ピノキオさんには遺伝はしてると思います。そういう能力も含めて、ですね、でも直接的なピノキオさんに直接的なものはちょっとないので、はい、悪い夢でもない、いい夢なのでね、はい、はい、じゃあ、はい、はい、では続いて、落とし踏みさんですね、今日意識不、意味不明ですが、はい、これ息ですね、息に行く夢を見たのですが、結局試験などで、宿にたどり着けない夢を見ました。何か意味があるのでしょうか。気になるので息に、息ですね、行ってみたいと思いますということですね。行き、もう僕も行ったことないんですけど、はい、聞いたことしかないんですね。名前、この名前も行きだろうなと思っているんですけど、はい、そうですね。そちらにもね、はい、何か、なんだろう、パワースポット的な、行きという漢字自体がちょっとね、珍しくて、こう読むのもね、珍しくて、はい、で、そういう珍しい読みだったり、するところだったり、息っていう読み方も含めてそうなんですけど、ちょっと特殊な場所だと思いますよ。はあ、で、そこに行く夢を見たのですが、結局試験などで夢にたどり着けた、宿にたどり着けず、それでたどり着けなかったと思うんですね。何か途中のことで、自分が目指すことにおいて、何かストレスなのか、障害なのかがなんか立ちはだかっているのかな、それとも、障害もあっても、それを乗り越えていけるとかね。なんていうのかな。普段の、目標というのは、はい、障害があってこその、っていうことだったりするんですよ。はい、目標を決めて淡々と進んでいけるのであれば、楽なんですよ。目標かどうかもできない。っていうぐらい。で、障害があるからこそ、そこに意味があって、はい、強くもなり、経験にもなり、っていうことなので、はい、なんですけれども、それで踏まえてみると、ちょっと知った激励に近いぐらいの、忘れてないかいっていう感じなんです。あ、なるほど。自分のやりたいことだったり、目標だったり、ね、っていうことにちょっとね、ありますね。そうですね。じゃあ、繋がってると思います。まあ、本当に、息に、限らず、まあ、ちょっと他の意味でも、まあ、今、あなたがやろうとしていることなんか忘れてませんかっていう感覚にもなりますか。息じゃなくても。はい。じゃあ、ちょっと、年文さん、ちょっといろいろ考えてみてくださいね。はい。では、続いて、今度は白雪さんですね。はい。あんこさん、金城さん、こんばんは。夢診断お願いします。夢で何度か見ているのですが、夜に空を眺めていたら、UFO や宇宙船が私の頭上めがけて降りてきて、怖さのあまりその場で立ち尽くすところでいつも目が覚めます。何か意味があるのでしょうかっていうことですね。ああ、でもちょっと怖いんですね。そうですね。白雪さんもそうなんですけど、もちろんこのスピリチュアル TV をご覧になっている人
方々はほとんどそうだとは思うんですけど、いろいろね、自分なりのこの使命だったり役目だったり、やりたいことも含めてですけど、そういうのをみんな皆さん持ってらっしゃっていて、はい、これちょっと壮大ではあるんですけど、その方もね、この白雪さんも光の使者であり、うんうん、その光の使者がいるってことは陰陽で反対の存在もいるんですよ、うん、見て、でそのことをただ夢で理解しているっていうわけではなくて、うん、自分自身は何者かっていうことを自分でも決めて歩き出すというかね、うん、進めるというかね、こう進めるというか、そこにちょっと近いのがあって、で怖さもあるとは思うんですけれども、はい、その怖さも含めてちょっとね、勇気を出して進んでいかないといけなくて、うんうん、勉強とか、経験、学びというのかな、はい、今その途中っていう感じではありますね、うん、いつもその立ち尽くすところで目が覚めます。でこの夢自体は何度か見てるんですよね、この方。そうですね、だとしたら例えばまだまだ先道のりは長いけれども、歩が歩みが遅いとかね、まあ他の方とちょっと似てるんですけど、はい、そこがちょっと意味も似てますね、少し、うん、自分自身は光のサポートする側で、怖さは確かにあるかもしれないけれども、自分の思うように思うところで思うように進んでみることが大事かなってちょっと思いますね、はい、自分のいつもね見る夢ってやっぱり意味があるんですよ、見せられる夢っていうのは、はい、うん、なので思い切ってちょっとね、大胆に進んでみてください。はい、思い切ってちょっとね、えいっていう感じですね、大胆に、はい、進んで、はい、ありがとうございます。では、続いて、はい、そうですね、京さんですね、金城さん、こんばんは、夜寝るとき、今日もありがとうございましたと言って寝るのですが、顔の右側の、耳あたりに明かりが灯る感じになりますが、意味を教えていただきたいです。夢ではなくてすいませんということで、いやもうね、とても不思議なことですね、これは。怖がらせることではないんですけど、もうしばらく挨拶をじゃあ続けてきたんですね、この京さんという、京さんはね、京さんという方は。そうですね、そういうことが絶対にあるってことに、気づきながら、例えば挨拶してきたんですよ。うんうん、例えば、うん、はい。するとね、そこに光のような、暖かい感じ、暖かいという、明かりがあるんですね。耳当たりに、はい。これはそういう存在が来てるんですよ。僕はこれをプレッシャーって言うんですけど、プレッシャーって言うんですけど、はい、そういう存在がね、うん、光の存在だったり、自分をサポートしてくれる存在だったり、はい、で、うん、その本人に対して教えを与えている立場の方々が来てるんですね、はい、うん、で守るだけじゃなくて、はい、勉強っていう意味でも、これ何を教えてるかはちょっと分からないんですけれども、うん、そういう感じで、なんていうかな、例えばこの世界のことを信じてない人のところにはそういう意識体は行きません。行っても意味がないんです。ああ、なるほど。で、理解している人に私自身が光だとしたら、近づいた瞬間にこの人は分かるかなと思って近づくんですよ。うん、向こう側からするとね。うん、で、光を感じた。あ、うん、分かっているんだって。で、そこがまず第一段階。で、第二段階、第三段階って進んでいって、だんだん分かってくるようになるんです。いろんなことが。うんうん、そこから進んで見始めるっていう感じなんですけどね。で、次はね、存在が分かってきたっていう段階を超えて、今度は私が何を言いたいか分かるかっていう段階かなって、うん。私という存在があなたに何を伝えようとしてるか分かるかってなるんですね。で、今は本当にプレッシャーを感じてないみたいですけど、自分自身が起きているときに、
理解、僕自身がね、起きている時に、神様だったり、守ってくれてる人からの、メッセージを、僕自身が理解してないと、出てる時に出てくるんですよ。はい、僕が自我を手放して、自由になってる時に、つながりやすい。人は全部ね。はい、なので、よく出てくるんですよ。出てきやすい。っていう感じなんですけど、今その、初期段階のような感じにちょっと近いですよね。ね、今日さんも本当にこうスピリチュアルなことね、結構興味持って、いろいろお勉強されてる方かなと思うんですけれども、そうですよね、前に見たことは今日さんですね、リンゴさんもそうですね、そうですね、じゃあちょっと今日さんもなんかちょっとこう、あなたがこう怖がることはなくって怖いことではないですね、これから、ちょっとあなたの思うようにまたね、なんかお楽しみもありそうな感じですかね。そうですね、はい、お楽しみもありそうな感じですね。ぜひ、ね、はい、じゃあありがとうございます。ありがとうございます、はい、失礼します。ちょっと私もお水をちょっと、ね、はい、では、続いて、リンゴさんですね、知らない双子の兄、弟が、兄弟がいなくなったから探してくれと叫んでいる。私と師匠のカラスが進んでいると、うつ伏せになった死体があり、カラスが近づいていくと、なぜかカラスも死んでしまい、私はその場を離れるという夢でした。何か意味はあるのでしょうかって言ってますね。うん。これもなんかね、不思議なね、なんか。これは死ということで関係してるわけではないんですけれども、これからのね、もしかしたらこれから、あるいは今抱えてることの判断は、ちゃんと取りなさいよっていうことだったり、メッセージですね、はい、悪い意味のメッセージじゃなくて、ちょっと注意してねっていう感じで、これ内容は誰かが死んでいるとかカラスも死ぬとかってあるんですけれども、そういうことではないんですよ、注意するためにそういう怖い夢を見せたりっていうことがあったりするんですね。変な夢だったり、意味不明の夢だったりも含めてあるんですけど、このリンゴさんっていう方にはこういう夢っていうのがちょっとね、人と変わった夢っていうのが何回か見てるのかな、この方は。自分の中の判断。注意することではあるんだけれども、自分自身の判断を大事にしてくださいね。他人の判断というか、他人の答えではなく、リンゴさん自身の答え。じっくり考えて答える。感情に左右されないでね。そうですね、何か具体的なことの答えを、答えとかが僕は分からないんだけれども、何か判断を下すとき、何か答えを出さないといけないとき、それをじっくりゆっくり考えて、ぶれないように、ぶれないようにっていうことで、よろしくお願いします。はい、ちょっとこれ難しいんですけどね。周りに振り回されないということですね。それはちょっとありますね。こう見た、自分の判断を大事に。そう、見た状況とか、そういうことで、こう、ちょっとこう、感情的にならないでっていうこともあるんでしょうかね。もうここに書かれてる方たちっていうのは、霊的な力を少なからず持った方っていうことは前提にして、見てますので。はい、ありがとうございます。はい、パールさん、こんばんは。
はい、またよろしくお願いします。しましまさんのまた夢判断ですね、夢診断お願いします。よく見る夢です。どこからかの帰り道、帰り始めると急に道が細くなったり行き止まりになったりして行けなくなります。迷路に迷い込む感じです。車に乗ったり自転車に乗り換えてもたどり着けません。たどり着けない夢をよく見ます。何か意味はありますか？って、人生にこれだっていう思うものを一つ二つ自信にできるもの、落ち着けるものを一つ二つ作った方がいいですね。自分の人生を誰かの一声で誰かの行動ですぐに不幸せじゃなく幸せじゃなくなるっていうのをがないように。なるほど。なんていうかな、誰かのある行動で自分がその自分自身の人生をぶれさせないようにっていうかね、誰かの責任にしてももちろんいけないけれども、はい、なんだろう、太い自分の道を作らないといけないっていうか、人生のね、なんていうかな、吹けば飛ぶような生き方もダメなんですよ。はい。特にこの方にね、しましまさん。はい。で、よく見るんですよね。はい。で、この帰り道の、帰り道、急に道が細くなったり、行き止まりになったりするっていうのは、これね、不安から見る夢ではあるんですよ、一つは。行き止まりとか道とかっていうのは、はい、人生だったり職業だったり含めて、なんですね、うんうんで。そこが細くなるっていうのは、不安を感じてるんですよ、日々の。なので、不安がないような生き方っていうのは、ちょっと難しいんですけど、やっぱりシンプルにならないといけないけど、好きなことでやりがいのあることで自信を持ってやっていくためには、やっぱり好きなことの継続ですよね。これね、仕事に限らず趣味もそうなんですよ。心の置き所、あり方を、例えば仕事が大変でもこれをやってたら自分はずっと安らかになれる、穏やかになれるっていうのをもうずっと続けていけば、何があったとしても自分にあれがあるからこれがあるから大丈夫っていう心の拠り所ができるんですよ。今ね、しましまさんまだそこら少ないと思うんですよ。そこをちょっと作り上げてほしいですね。仕事でもいい、趣味でもいいですので、自分にこれだって思う自信があるようなもの、ですね。はい。ね、まあ、あとその、自分自身がしっかりこう、まあ、見守られてるっていうことをね、知ってるとまた自信につながりますよね。そうですね、守ってもらってますよ、やってるのでね、もう本当に、ね、また誰にでも言えることであるんですけど、はい、守ってくださいとかね、助けてくださいっていうことを素直に言ってください、心の中で。なるほど。素直にね、彼らはそのためにもいますので、でそれが助けてもらうときには助けてもらいます、はい、それが流れであればね、そうですね、そう流れなんですけど、助けてもらえないときはその流れじゃなかったり、自分の力だけでやる場合があったりするんですけどね、ちゃんと言えば聞いてくれますもんね。そうですね、どこからかサポートが来たりします、はい、これね、自分が不安を感じていることは、思うだけじゃなくてお友達にね、相談してもいいんです。あ、なるほど。やっぱり貢献するとかでもいい。あ、なるほど。僕がよく言うんですけど、はい、口に出したことは叶っていくんですよ。あ、そう。なので、はい、不安だから何とかしたいと、何とかしてほしいとかっていうことを言い続けていくと、それを解決してくれる人も出てくるんですね。なるほど。そうですね。だからみんなじゃないですよ。誰かが立ち上がってくるんですよ。そうですね。まあ私も先日、このスピリチュアル TV のこのソフトの件で、思いがけない方が助けてくれましたね。あ、はいはいはい。森さんが。はい。あの時本当に、困ってたんで、思わずこう Facebook にね、どうしよう的な多分書いたかと思うんですけれどもね、ありがたかったです。はい、森さん詳しいですもんね。そうですね。で、英語力があるので、まあ、海外のね、ソフトなんでね、その辺ちょっとこう、読んでくださったり。で、一緒になって考えてくださる方がいると、ね、見落としてることにも気づきやすいし、
本当にそう助けですてね、もら助えけまてす。くれる人が出てくると心強いですもんね、やっそうぱり。でうん、す。じゃないっていうことをね。そう、もう本当あれも、まあ、Facebook に私がアップしなければ、森さんにもね、いくら、こう、霊能者力があったとしてもね、あんこさん困ってはるやろからって、自分からはなかなか言えないと思うんですけど、はい。なん面か識人の。って、自分ができることだったらサポートしたいっていう人は結構いると思うんですよ。できるんだったらね、自分のレベルで。そうだでけすど、ね。本人が何を考えてるかわからないと、お手伝いのしようがないんですよね。うだから、そのために、会話をするっていうかね、今この SNS を有効に使うっていうかね、いい意味でも、はい、でですすよね。ね。ね、まあ、本当に、大丈夫ですよっていうことですね。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。落とし文さん、先ほどね、金城さん、夢についてお答えいただき、ありがとうございました。やっとんでともない。就職できた会社でしたが、金属を扱う会社で金属アレルギーが発症し、使用期間中が、延長しています。本当は何がしたいのか、また自分を振り返ってみますということですね。そうですね。体がね、こうちょっとあなたにこう、メッセージしてくれてるかもわからないですね。そうですね、アね。レルギーっていうことはね。そう。こっちじゃないよ、あっちだよって言ってね。拒絶してますね。そうですね。だからこそ、今、落とし踏みさんが、こんなことやってみたいなと思うことをぜひね、チャレンジしてもらえたらいいかなと思いますね。では、ピノキオさん、鑑定ありがとうございました。私のところにはその老人は出てきていません。私に霊感はないと思います。霊感は兄弟の中で唯一、母にあるようで、幽体離脱や霊を見た、ことがあるそうです。ってこととするとね、遺伝は遺伝なんですけど、種のままみんな持ってるんですよ。ある意味ね。で、それが成長せずに、まだ種のままであるっていう感じなんですよ。で、変な例えなんですけど、糖尿とかね、複製遺伝しますよね。ああ、なるほど。一台置いて遺伝したりするんですよ。なので、例えば、自分の、子供たちだったり、あるいは、年齢に達したらそこから開花するとかってもあるんですよ。大人でもね、突然30から40から始まったっていうこともあるんですよ。なので、まだまだこれからでもあるんですけどね。そうですね。遺伝してると思います。そうたでだ、す持ってね。る、種として持っててね、そうです生ね。かしてないっていうとそうころでなすんですよね。ね。まあ、このスピリチュアル TV とか、まあそういったことにちょっと興味があるなっていうこと自体がもうね、すでにね、なんかその、種に引き寄せられてっていうところがあるかもわからないですね。ね、種ってね、植物の種って見ればよくわかるように、きれいな水だったり、きれいな土では、発芽しても育たない。んでね、汚い経験だったり、苦しい経験、とても大変なことで発芽するんですよ。なんか何が言いたいかというと、まみれてもいいんですよ。やりたいことに対して。喜怒哀楽も全部出してね。そうですね。綺麗事だけじゃない人生もあるんですよ。そうで、です本当にやりたいことは、綺麗事をまずやる前に、パって、がむしゃらにやって、それから整えていったらいいんですよ。なるほどね。大丈夫です。はい、好ね。きなことね、やりたいことでは、続いて、リンさんですね。はい、友人が私の夢を見たそうです。その夢では、私は絵を持っていて、今度新しく始めたのと、点描画で描かれた、紫やピンクの色合いの、後ろ姿の馬の絵を持っていたそうです。今、私は何も始めていませんが、何を始めるのでしょうか？もしくはどういう意味の夢だったのでしょうか？ちなみに、その絵は、また別の友人が描いた絵とそっくりだった、ことが後日分かり、友人たちと驚き合いました。普通に、例えば、筆を使うような、絵、
絵を着たい話になって、色を使うようなパステルだったり、うん、普通に絵を描いたり天平画でもいいんですけど、うん、そういうふうに始めてみるにはどうですかね。今現在自分が例えば何が合うのかなっていうのはちょっと今ちょっと分からないんですよ、うん、リンさんとは。でいろんなことを挑戦していくに従って、そこに流れが生まれて、そこに流されていくように流れて最初はね、流れていって、そこから好きなものを見出すっていう感じなんですよ。例えば、一発目で好きなことが見つかるとかじゃなくて、で、そのグループに入って、新しいことを始めたんだけれども、いまいち乗り気じゃない。やってみたらいまいちだったとか、面白くなかったとかって なるんだけれども、そのところから、そのグループの中で、とても大事な人と知り合ったとかね。そこからその人の、助言で、違うこういうのもあるよっていうことから繋がっていくとかね。こんな感じなんですよ。流れ流れ流れで。だから、何かを始めるために、自分から動くっていうことが今一番大事だと思うんですね。そうですね。これ、もう一つ、これ、人が見た夢なんですよ。はいはいはい。で、その人がこの人に本人に言ってる。あ、はいはい。リンさんにね、言ってるんですよね。リンさんはそこから自分で動き出さないといけない。例えば、これ、動き出しなさいよっていう合図が友達から来てるわけですよ。で、何かをやるために友達にそのアドバイスを聞いたとしたら、あなたはどこで何を自分の判断で動いていいのか分からなくなる人になりますかね。はい。だから間違っても何してもいいから、勘で動いてみて、リンさんね。そうですね。で、間違ってもいいから進んでみる。あ、そうですね。で、間違っていいものから進んでみる。あ、なるほど。ちょっとしたコツなんですけどね。ちょっとやってみたらどうですかね。いろんなこと、気になること。はい、そうですね。はい、行動することによってエネルギーがこう動いてくるから、ね、じーっとしてたら、ぼたもちも落ちてこない。なかなか落ちないかもからない。落ちてこないし、自分は特に、お伝えしてるのは、自分の判断だったり、間違ってもいいんですよ。それで直感って磨かれていくんですよ。だから、人の判断よりも自分の判断をまずは大事にして、だけれども、そうやって動き出せないときには、人からの判断ももちろんいいですよ。はい。きっかけとしてね。ね。って感じなんですよ。大事にしてください。はい。大事に。はい、本当にね、こうお友達にも恵まれててね、いいですよね。ね、はい。じゃ、白雪さん、金城さん、弓診断ありがとうございました。立ち尽くしてしまうところから一歩前に進む勇気を持とうと思いました。ありがとうございました。ということでね。はい。ではこのチャンネル2の方にも皆さん書き込みありがとうございます。さゆりゴジラさん。さゆりんごちらさんですね。はい、こんばんは。いつもありがとうございます。ということですね。はい、ひまわりさん、こんばんは。あんこさん、お体を大事にしてください。ありがとうございます。はい、ちょっとね、風邪をひいてしまいまして、ごめんなさいね。なんかね、そう、山野ミントさん、いつもありがとうございます。あんこさん、金城さん、こんばんは。楽しみにしていました。山野ミントさんのご質問ですね。はい、昼寝の時の夢ですが、もう一人の自分と何やら会話をしていて、私がじゃあどうしたらいいのと聞いたら、もう一人の私は急にどこかへ向かって歩き出しました。私は、わけもわからず後をついて行き、どこへ行くのと聞いたら、急に止まってここだよと言われ、私がここ、なぜと聞いたら、うばると言われ、そこで目が覚めました。すぐ検索してみると、失われた都市、ウパールというのがありました。なぜここに連れて来られたのか、もう一人の私が、私に伝えようとしていたことは何でしょうか。よろしくお願いします。ということですね。この内容は自分読めないんですけど、あ、はい。夢から覚めたときに、もう亡くなってしまった昔の都市ですか、都市名。そうですね。ウパール。え、えっとね、
ウパールっていう、ウパール、はい、この文章をじゃあ、あのタモちゃんの、とこに送りますね。すいません、ありがとうございます。いえ、はい、じゃあちょっと、はい、はい、送りました。はい、メッセンジャーに送りましたね。はい。あ、ありがとうございます。はい、ウパール、はい、これ国本当のちゃんとした名前なんですね。そしたら、うん、そうみたいですね。はい。失われた都市ウパールというのがありました。再建。すぐに出てくるちょっとメッセージはね、再建とかね、この失われた都市、かつては繁栄していた都市とか、いろんな事情で亡くなった都市とか村とかあった時に、でそこに連れてこられたと。でそれを見せられた時に、村の再建とか都市の再建とかねってことが出てくるんです。でそれが出てくる時には、例えばその方々がそこに関係して住んでいたとかね、過去世で住んでたとかって関係してくるんですよ。で構築、再建とか構築とか作り上げるとか、これはスピリチュアルに限らず、自分で生み出していくような、クリエイティブにちょっと近いんですけど、再建なんですね。で、自分が作り上げたものとか功績、まあ、功績っていうと言い過ぎですけど、自分が立ち上げたもの、あるいはね、立ち上げたものを残していくような感じで、何か作り上げられるといいですよね。これ仕事でも、もちろん好きなことでもいいんですけれども、でもこれ仕事じゃないかなって思うんですけどね。再建、構築、作り上げるって、ある、古い都市、亡くなってしまった都市。で、その生きてた時代には、この年と一緒にね、この方はどうなったかちょっとまだ分からないんだけど、年と一緒に、ちょっとまだ分からないんだけれども、その年に関係していて、その、この過去にね、そういうことが起こって、まあ、簡単に言うと後悔がないようなんですよ。うん、そこを見させられてね。ここは以前あなたが過去世で住んでいた場所で、でも今はもう失われた場所なんだけど、それは夢の途中。その過去世はね、夢の途中だった。だけど、今現在また生まれてきて、生きているチャンスタイム中に、自分のこのやることで、ちょっと功績を成し遂げていく。もしかしたら、この昔のこの過去世で、その亡くなったウパールっていう都市の中で、そういうことも担当していたんだと思うんですよ、ちょっとね。住民ではなく、何かの、ちょっとした人物でね、有名だったと思いますよ。そうじゃないと、一住民にそこを見せる必要がないんで、だから今回も、自分が思うところがあれば、早めにとかね、早めにっていうかね、そうですね、そんな感じですね。夢って全体的にね、例えばやりたいことは例えばあったとしても、で、なんていうかな、歩みが遅いとか、まごまごしてて勇気がないとかっていうのを後押しするような感じで夢をよく見たりするんですよ、基本的にあるので、その方もちょっとそこら辺の、意味もあります。いくつかの意味ありますね。はい、そんな感じです。はい。はい、ありがとうございます。はい、では、サヨリンゴジラさんですね。夢診断ではないのですが、教えてください。オラクルカードをやるときなどに、いつも右の、背中がそわそわします。天使さんが来てくれているのと、ポジティブに捉えていますが、そんなことありますか？よろしくお願いします。ということですね。もちろんありますよ。はい。
これはね、もう本当に、セッションする方々のやり方って多岐にわたるんですよ。これスキル関係なく。あ、はい。で、そのサポートする方々が後ろに来たり、ええ、まあ、相手方にもそのサポートする方が来てたりとかね、はい、まあ、あったりするんですけど、うん、僕の場合は、自分の中に重なるんで、近くに来ているとかっていうのはなかなかないんですね。うん、自分のことでいくと、うん。で、例えば仕事ではそういう教える人が来て、で、仕事以外では別問題なので違う人が来るとかね、うん、あるいは仕事のみで降りてくるっていうこともあったりするので、うん、そういう意味ではちょっとあると思いますね。うん、来てると思いますよ。はい、教えてくれている方々。はい。ね、ちょっとこう合図送っていただいてね、いいですね。うん、はい、では、しましまさん、ありがとうございます。まさにそうです。自分のこれから先に不安でした。趣味を見つけたいと思います、ということですね。はい。はい。はい、ありがとうございます。ね、ケンタさん、2匹の恐竜がいて、そのうちの1匹が死にそうになったとき、もう1匹が最後の、一撃を首をなぎ倒しました。それは、喧嘩ではなく死に間際の一撃を与えることで死に至る時間を苦しまないようにという、感じでした。倒れる際の恐竜は迫力があってすごい光景で、これは何だろう、土煙のちょっとあれですかね、間違いですかね。そうですね。土ぼこり、あ、ぼこりですね。土ぼこりが舞い上がっていました。その後、当時気になっていたツインと思っていた人が亡くなりました。何か意味がありますでしょうか。意味はというか、まあ、それだと思うんですよね。そのツインというか、これ双子のことですかね。はい。ツインって書いてありますね。はい、そうですね。英語では。で、その方、この双子のね、この残った方の片割れというかね、残った方が、辛く思ったことが、ケントさんに流れ込んできたんじゃないですかね。なかなか珍しいことですけど。で、別に例えば、最後の一撃をして、死に間際に楽にさせようとしたっていうわけではないとは思うんですけど、それくらいの思いがあったっていうことじゃないですかね。恐竜にはなってますけど、見た目と中身は違うんでね。そういうことだ、はい、ね。まあ、まあ、そういうこう、まあ、そうですね、迫力っていうかね、すごい迫力を感じたっていうことで、多分、まあ、その亡くなられた方の、力の強さでもあるのかな、そんな感じですかね。これはちょっと難しいですね、これもね、はい、恐竜そのものではないと思うんですけどね、まあ、恐竜として生まれてきたわけじゃないっていうことも全く言えなくはないんですよ。自分も夢ではね、はい、何度か竜の姿で、その竜の世界でいたんですね。はい、竜っていうか、であるので、それはちょっと一概に言えないんですけど、でも竜っていうのは自分のこのね、玉木の法則の中で言うと、本当に存在するんですよ。竜とか天使とかっていうのは、ハイブリッドっていう意味です。竜とトカゲだったり、なんていうかな、竜に羽をつけたり、人間に羽をつけたり、天使とかありますよね。今現在水面下ではというか、もう本当はダメなんだけど DNA の研究もされてて、そういうキメラ的な動物をどこかの知らぬ国がもうやってると思います。なるほど。で、
その誕生した生命が特に知識とか感性がすごいんですよ、うん、ハイブリッドでね、うんうん、でそこからもうこの水族館誕生、ゆくゆくは水族館誕生していくんですよ、はあ、誕生していって自分たちの種族同士で新しい星を探してここから出発してるんです、地球から、うん、それぞれが、うん、天使の一族、竜の一族、ユニコーンの一族、ペガサスの一族でいろいろありますよね、うん、馬に羽をつけたものとかね、うん、でその一族が行く、でその一族はそれぞれの星で繁栄していく、うん、だけれども地球はなんていうかな、地球は故郷なんだね、みんなの故郷なので、はい、未来の次元から、うん、過去に対してエネルギーを送るわけです、自分たちの過去なんですよ、うんうんうん、自分たちこの2017年今現在ですけど、はいはい、彼らからすると過去なんですが誕生してるから未来の世界にいて、はい、うん、時間軸はずっともうつながっててもすでにいるんです、はい、うん、でこの地球は何回目かの地球なんですよ、うんうん、っていう感じなんですね、うん、なので、ね、で彼らは過去世に対して過去に対して癒しのエネルギーを送ってきてるわけですよ、うん、これは何でしたっけ、なんとかチャイルド、子供の心の子供時代の自分を癒すっていうのエネルギーが、ね、インナーチャイルド、インナーチャイルド、未来の時代から過去に、うんうんうん、僕たち、うんうん、だから自分たちが夜寝てる時だったり起きてる時でもそうですけど、うん、竜をイメージしたり、さらに竜を見たり、エネルギー的に竜を見たり、で天使を見たりとかっていろいろありますよね、うんはい、あれ次元から来てるんですよ、あしかも未来の次元から来てるわけです、うん、なんでここまで過去のことなのに癒そうとするのかっていうと、うん、僕たちが一つでも間違えたら、うん、彼らは生まれなかった存在になってしまう、なるほど、ってこともあるんです、うんうん、一つの理由にね、はい、だからすごい気にしていることもある、もちろん大事で、うん、僕たちはなんていうかな、守られてる理由もつながってるわけです、僕たちは。うん、一つの生命としてね、うん、意識体として、はい、うんうん。そこにちょっと理由、そこもちょっと理由がある。うんうん、そうそうそう。そんな感じなんですよね。ちょっとこの時間だけではいけないんですけど。そうですね。またね、そんなお話もね、たまちゃんから聞いていきたいと思います。はい、健太さんありがとうございます。りんごさん、鑑定ありがとうございました。自分で判断するという言葉、実践していこうと思います。このタイミングでこの言葉を聞いたのも意味があると思いました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、インチさん、はい、夢の中で何かを教えられているようです。でも、その言葉の意味がわからないのと、パソコンで調べてもよくわかりません。意味がわかりますでしょうか？っていう。はい、エルクシンビニア、バニールーサ、チュラビアース、バニエリ、などという単語です。全く僕も英語も何も他の国の言葉ってわからないんですけど、もしかしたらこの言葉はイタリアとかイギリスとか の, ヨーロッパ系か、系か、なんて言うのかな、イラン、イラク、そういうあの辺りもちょっと似てるような感じがするので、聞こえ方で。あるんですけど、はい、うん、で例えば夢の中でいろんなことを教えられていて、その言葉が今耳に残ったんですよね、うん、そうで、でそれを今覚えてる中で書いてくださったんですね、そうですね、うん、夢には続きが出てくるんで、うんうん、今夢の音みたいな感じで書いて、うん、残していってくださいね、うんうんうん、これ今わからない、パソコンで調べても今わからないというと、うん、今現在はこのインチさんがね、うん、理解する段階には来てない、うんうん、例えばね、はい、で自分自身が何かに気づいて何かを勉強して、例えば何かを失敗して何かを学んだ時に成長しますよね、うん、人って、
その時に何かしらの流れがきっかけがあったりした、して、それが分かってきたり、その言葉を思い出して検索かけてみると、そこでつながったりとかね、違う検索の仕方したりとかも含めて、そうなんですけど、そこにつながってきたりしたんですよ。僕もこんな感じで名前が出てきたこともあったりしたんで、でも当時は出てこなかった。だけど、夢には夢の続きがあったりするんですよ。この夢のね、あったりするので、そこにもちょっと期待はできるんですよね、今後。じゃあちょっとこう、で、もう一つね、夢の中でいろいろ教えられてて、覚えきれないっていうことも多々あります。誰でも、誰でもないんですけど、誰でも見ないんですけど、分からないときは分からないままでもいいです。これ仕方ないんでね。ただ、朝起きて覚えてるときにはちゃんと書いてくださいね。大事なことだったりするんで。これせっかく一応勉強してるのに、ノートに書かないから忘れてしまったとかね、1年後に忘れてしまったとと、一応また一時として勉強しないといけなくなってくるんで、もったいないんですよ、時間が。だから書いてると、その次元にもう一回つながれるんですよ。さっきインナーチャイルドの話しましたけど、この次元って戻れるんですよ、意識上では。戻れるので、書いておくといいですよ。またさっとまた戻れるんで。じゃあ、控えといてくださいね。ね。では、続いて、ゆうこさん。こんばんは。はじめまして。私の育ての親が、平成25年2月に亡くなっている、男性ですね。夢に出てきました。顔に息がかかるぐらいに近づいてきて、まじまじと私の顔を見て、いました。途中で怖くなり、大声で叫んだところで、目が覚めました。何か言いたいことがあるのでしょうか？お願いします。ということですね。これともう、もうちょっと詳しく聞きたかったんですけど、怖がらせることはないです。怖がらせるとかね、じゃなくて、メッセージはあるみたいですね。思うことはあるみたいですね。この育ての親さんがね。それでこれはね、ちょっとこのね。このコメント上ではちょっとね、これはプライバシー的なことも、そうですね、思うところはあるみたいですね。思うところ、思い残しというかね、メッセージというか、別に恨んでるととかでもないですよ。そんな怖いことじゃなくて、例えば悲しい、苦しい、辛い、大変だった、例えば気づいてくれとかね、別に悪魔になったわけでもないし、でも思うところがあるみたいですね。なるほど。これだけではちょっと、今の現在ここでまでしかちょっと僕も言えないですね。ゆうこさんが、そのお父さん、育てのお父さんに対してね、もし言いたいことがあったら、また夢に出てきてくださいねって言ったらどうですか？でも怖いですよね。夢に出てくるね。じゃあ、怖くない、伝え方で、伝えてくださいって言えば、怖くないよとかね、伝えてもらってね、聞きたいことがあるなら優しく言ってくださいって、そう、思うところがあるならね、そう。うん、まあ、例えば、どこかに、こう、その、必要なものが目に留まるようにしてもらったりとか。そうですね。
まあ、できればね、うん。そうしてもらったら。何か辛いこととか何かあるんだったら、できることだったらね、このゆうこさん自身にできることであればお手伝いしますよって、できないことはできないんですけどね。うん、今はそれぐらいしかできないと思いますね。これは、もっと話を聞いて、ちょっとね、お仕事になってしまうのそうで。ですね。ちょっとでこもれちょっとは聞きたセッいションになるのでね、またね、もうまあ、ちょっと聞かないといけないんで、そうですね。時間がかかりますから、まあ、ゆうこそうですさんね。がもしできることだったら、ちょっとゆうこさん自身が、その、お父さんに対して、伝えるっていうことは、ご自身でできるのでね、お父さんっていうことでね、お父さんって呼ばれてるかどうかわからないんですが、そのお父様っていうかね、方に、本当に、私に、言いたいことがあったら、っていうかね、私が怖がらないような感じでね、伝えてくださいっていうことでいいでしょうかね。やっぱ僕もね、育ての親はいるんですよ。だあ、はからい。よくわかるんですけど、えやっぱりここまで育ててくれたのも大変なこともあるし、え。ええ。向こうの、連れ子だったり、お母さん側の連れ子、お父さん側の連れ子で全く血がつながってないけど、兄弟として育ってきた人もいたりするんです。僕みたいにね、あるし、いろいろあるはずなんですよ。育ての親とね、生みの親だったり。あるはずなんで、だからお互いに思うことがあるかもしれないし、で大変だったかもしれない、本当にね。だから一概にはもう今すぐにちょっとこの答えを出すのはちょっとあれなんですけど、違うんですけど、大変だったとは思いますよ、でも。僕も少なからずちょっとわかるんでね。でもちょっとね、怖くないような形で、メッセージ、言いたいことがあるので、お伝えくださいと。私にできることであれば、サポートしますとかね。これぐらいだったら大丈夫だと思いますよ。はい。頑張ってみてください。ありがとうございます。ありがとうございます。続いて、にゃんまるさんですね。こんばんは。月曜と火曜日に、夢が、明晰、明晰って読むかな？夢に、明晰夢になったのですが、それが持続しませんでした。以前見た時には、上に、飛んで行き、空から広がる街を見下ろし、ました。しかし、どこへ行ったらいいかわからないと考えた途端、意識がなくなりました。明晰夢を、持続するコツと、行くと楽しい場所はありますか？っていうことで。これは、あれですか？体から意識が離れて、飛ぶことの言ってるんですかね？これはね、明晰っていうのは。夢のことだと思うんですよ。夢のことに。で、夢ですから、夢を見るときに、寝て、夢を見るときに、まあ、はっきりと夢が見えるっていうことと、で、夢の中で自分の、意識通りの行動ができるっていうようなことかなと思うんですけど。幽体離脱とは違うんですね。違いますね。幽体離脱は多分幽体離脱って書かれると思うので。僕、その明晰夢っていうのはあまりよくわからないんですよ。その夢をはっきりと覚えてるっていうことであったりとか、夢の中で自分の思考をできるっていう。夢を見ながら、これは夢であるって分かってるんですよね。そうです。それは分かります。今調べました。そうです。調べました。なるほど。明晰夢を見たんですが、それが持続しなかったってことなんですね。以前見たときには、上に飛んでいき、空から広がる街を見下ろした。でもこれ、空から見下ろすってことは、自分が飛んでるってことなんですね、夢の中で。でも僕が見る明晰夢は普通に飛べないんですよ。で、普通でもない夢は飛んだりもしますけど、例えば手から光線が出たりとかね、何かやってるとかね、スーパーマンのやってるとかっていうのはあるんだけど、ああいうのが明晰夢かな。結構ちょっと分からないんですけど、持続するコツ。ちょっと分からないですね。まあ、あんまりそこに意識向けなくていいと思うんです。
現実世界を一生懸命生きてたら、夢の方も必要なことだけ教えてくれる。で、まあいいかそうですなね。そう、夢の世界で、よりよく生きるっていうよりも、現実世界を一生懸命こう、生きていることによって、ちょっと補い、足らない部分を夢が、ちょっとサポートしてくれたりとか、まあ、ガイドがね、ちょっとこうだよとかっていうようなことを夢として、お知らせてくれたりとかでいいかなと思うんですけどね。あ、そうですね。はい。僕も今のなんかね、なんていうの、今この番組はお手伝いをしているような感じではありますね。ちょっと、サポートするような。で、例えば、僕が前に、肉体から、意識が離れて、幽体離脱みたいな感じだったり、この方はもしかしたらそれに近いのかもしれないんですけど、それを持続するコツはありますかって前も聞かれたんですよ、昔。10年くらい前から。聞かれたんですけど、僕なんで、なんていうかな、夢の中で、それを、そういう CD もあるんですよね。幽体離脱がしやすい CD もあって、なぜわざわざ体から離れて、そういう意識の状態になっていくことが必要なんだろうって思ってたんですね。自分もその理由がちょっとわからなくて、コツがちょっとわからなかったんです、この時も。ただ単純にできるんです。ただ単純にね。やりたくてできるわけじゃないんですよ。けど、幽体離脱の一つの意味が一つあって、自分のやりたいことができないときに、肉体から意識だけが飛び出して、抜け出して、先走ってしまうことに近いことが起きるんですよ。で、例えば、体の今生きてる環境だったり、仕事だったりが、自分がやってることが報われなかったり、やってることに生きがいを感じてなかったりすると、夢の中で発散するために、そうやって起きたりするんですよ。そうですなのね。で、そこにちょっと近いんですね。まあ、だから、ちょっとよくあれなんですけど、そうわからですないんね。ですけど。まあ、幽体離脱自体は 危険ですから、まあ、要するにこの肉体から魂が出ていくわけで、それはやっぱりこうよっぽどこう収容っていうかね、自分自身っていうものにしっかりとつながって、その上での幽体離脱だと思うんですよ。だから、まあ、仙人的なね、山で修行された方とかね、そういう方で幽体離脱して、もう世界中各国回れるよっていう人も確かにいらっしゃいます。で、ああ、そうなんですそうね。なんです。で、それはもう本当に、私も母から聞いたんですけども、母は大阪の、中央区の、学校に、高校行ってたんですけども、その時に、仙人が来たとかね、その頃、ヘレン・ケラーも来たって言ってましたね。で、その仙人っていう人は、要するに、海外にずっと行って帰り食べれ、もう本当に気のまま、もうそこで死ぬところだったのを、まあ多分中国かその辺だと思うんですけど、山から来たおじいさんが、もし、あれだったら自分が、ついてくるかって言われて、で、一瞬のうちに山の頂上まで行ったって言ってました。で、そこでそのおじいさんについて、いろいろこう、まあ、修行というか、過ごしてるうちに、そういう技をこう身につけて、で、日本に帰ってきて。で、その頃、まあ、これはちょっと、言っていいのか悪いのかあれなんですけど、天皇陛下の、まあ、戦争、終戦の時に、天皇陛下のお言葉を、軍が、それをこう、出さないように、取りに来るっていうようなことがあったんですけれども、それをその方が、守ったって言ってましたよ。で、その方は、その前に、どこかに隔離されたんですって。危険やからっていうことでね。でも、そこを抜け出して、その、お言葉のかい、あの、入った、なんていうかな、お言葉のこう、CD じゃなくて、こういう、テープを、その方が、ちゃんと、保管したっていうような、ことを言ってましたって言うんですけど、じゃあ、まあ、母の言ってた中国の学校にね、そういう、仙人ですっていう方が来られて、その話してましたって言ってましたけど。
まあ、まあ、その、やっぱ戦時中とか、そういう時、本当にもう、たくさんの、人命が、生きるか死ぬかの時なので、そういうことのためのお役に立つっていうような人は、まあ、そういう、まあ、大々的に、こんなしましたっていうふうには出てこないと思うんですけれども、まあ、そういう方もいらっしゃるんだなって思いましたけどね。で、うん、そう。だから、まあ、不思議なことっていうかね、そういう力は確かにあります。でも、だからといって、それは本当に、生きるか死ぬかの思いを、されている時、であったり、そう、使命があって、することであって、誰しもが、ちょっと面白半分的なっていうかね、まあ、この方は面白半分とかじゃないと思うんですけれども、その、むやみやたらに、できるものではないっていうのが、はっきりしていて、で、お役目があれば、本当に、どこかに行った時に、道に迷って、意識がなくなって、とかっていうようなことがあったりとか、必ずね、そこへ、導かれていきますから。自分から、こうしよう、ああしようっていうふうに、思わなくても大丈夫で。お役目があれば、神様は絶対忘れないんで、必ずどんなことしてても、そこへ導かれていきますよね。うん。まあ、そうそうそう、そうですね。うん。にゃんまるさんとは全く関係はないんですけど、うん、このスピリチュアルな、このね、うん、スキルとか、やり方とか、うん、いろんな方法があって、うん、本当に、これね、あんまりこういうみんなが聞くような場所で言えないんですけど、日本軍ではないんですけど、どこかの軍とかしか言えないんですけど、軍で、そういう超能力を使ったり、霊的な力で、なんていうのかな、本当にそれをできる人がいるっていうことを、軍が認めて、その人の力を利用するっていうかね、利用されているっていうか、利用している人がいるっていうのがあって、これ僕沖縄でちょっと話聞いたんですよ。二十何年か前に行って。で、それがちょっと僕のお友達が関係してるようなことだったんですね。うん。だから、例えば、夢の中で、そういうどこどこの夢を見るのができるようになるとか、うん。誰から離れてね。うん。で、そのことを、本人から僕の共通の友達にその話を聞いてて、実はこういう仕事をしててとかね。うん。あるんですよ。うん。あるので、だから、沖縄っていうとどこの文化分かりますよね。だから、何が言いたいかっていうと、神様もいます、先祖もいます、いろんな天使とかも本当にいるんですよ。八百万の神様がって いたりするんですけど、これでね、逆の存在もいるんですよ。で、この人が何を求めているのかっていうところに、お誘いをかけてくるわけですよ。霊的な存在が。で、かけてきて、例えば自分がインドとか中国とかに興味を持ってると、向こう側の神様方がアクセスしてくるんです、夢に。白い像とかね、白い像は向こうで言うと神様なんです、はい、けど僕がこう神様に指示してしまうと、僕はもうインドに行かないといけないんです、インドとか、渡航費とかもかかりますよね、はい、だから注意してねって普通に沖縄では言われるんです、インドの神中に他にね、だから神様をちゃんと選ばないといけないよとかね、いろんなところからお誘い来るけどしっかりしてねとかね、いろんなことを受けていると、例えばなんていうのかな、いろんなとこに行って、祈りをさせられるよとか、呼ばれるよとかね、行かないといけなくなるとか、そこまで行くと、あるわけ、あったりするから、本当に神ちゃんとした神様もいれば、神様の途中の人だったり、自分たちだけで作った新しい宗教の神様がいて、そのところから呼ばれたりとかね、であとは、新しい宗教を作りなさいとか、そそのかされたりね、いろいろあるんですよ。はいはい、そこがちょっと危険なんですよね。ちょっと話は飛んだんですけどね。そうです。まあ、そういった流れとか使命だと思うんだったら、にゃんまるさんはそこに進んでいくと思います。そうです。で、自分も話の内容は全部は言えないんですけど、
お客さんでそういう深い関係の人もいたんです。あ、なるほど。いるんですよね。なるほど。で、その能力も関係してるんですよ。うん、だからちょっと怖いですよ、本当に。そうですね。ここまで言うつもりなかったんですけど、ね、そうですね。そうですね。うん、まあ本当に、まあ、本当にこういう能力っていうのは、まあ、お役目っていうか、ご自身のなんかご縁があればっていうか、あればやっぱりこう、ほっといてもなんか磨かれてきますよね。あと、まあ、なんかこう、うん、そう、まあ、楽しい場所、ね、行くと楽しい場所っていうのは、本当に、まあ、この、あなたが楽しむっていうことなんで、ね。本当は楽しいことに使いたかったんですよね。うん、そうです。そうですね。うん、そうね。まあ、でも、きっとね、そういう、楽しくて幸せっていう、ことにつながっていく方が、いいかなと思いますね。だから、きっと、大丈夫ですね。はい、はい、大丈夫です。書いてたらね。はい。楽しくと楽しいは。はい。で、まあ、ごめんなさいね。なんかね、ちょっと私も勘違いしたかもわからないね。明晰夢っていうのも、本当に、まあ、意識をすれば、そういう明晰夢も見やすくなりますよね。うんうん、そうですね。ちょっとね、うん。道を歩きに行くと思いますよ。そうですね。はい、ごめんなさいね、本当にね、大丈夫ですよっていうことですよ。で、うん、意識していけば、本当に明晰夢も見やすくなるかもわからないのでね。はい。うん、そうですね。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。こんばんは、ゆうこさんですね。こんばんは、はじめまして。私の、こちらは、これはさっき、言った分でしたね。うん、ね、失礼しました。はい。そうです。リンさん、ありがとうございました。友人たちに、いろいろ助けられていることもあるので、きっとこれからも何かに関わりを持ちながらお互いに関わっていくのかなと思いました。でも、チャレンジしていくと、ということも、やっぱりそうなんだろうなと思います。間違っても良いという気持ちで、チャレンジしていこうと思います。はい。ね、ぜひ、はい。ケンタさん、ありがとうございました。竜やユニコーンの話など、時間軸のことなどももっと聞きたいと思いました。ツインと思っていた人は、時代を一緒に本当に双子として生まれて、いた時もあったりしたと思うので、お話を興味深く思いました。はい。インチさん、ありがとうございます。ノートに何度も書き残そうとしていたのですが、よく忘れてしまいます。あの言葉は私がよく忘れてしまうので、フリップみたいに、覚えておきなさいと書かれて、見せられたので、かろうじて覚えていられました。どこかの、言語かもしれないので、今はまだ誰に聞いても、調べてみてもその言葉が存在して、いないので意味が、知りたくて仕方がありません。でも、そもそもどうして覚えておかねばならないのか、なぜ、今なぜ教えてもらえないのかが不思議ですということですね。うん、これは一つの理由としては、うん、今最後の問題ね、はい。一つの理由としては、インチさんの意識のレベルがまだそこに達してないんですよ。うんうん、理解ができない。はい、それを知ったところで、はい、あとは動けないとかね。ええ、うん。で、例えばこの答えの意味を知ったときに、例えばフットワークが軽くていろんなことに行けるようになるとかね。はい。うん、いろんなことをもう解決させた後で自分の時間で動いていけるようになるとかってまだいろいろあるんですよ、その流れもね、うん、あったりするので、だから今はそこだけでいいよとかね、その順番があったりするんですよ、うん、で夢にも最初の夢、2番目の夢、3番目の夢って順序があったりとかするんですね、うん、いて、で意識レベルが上がっていって、例えば意識的に浄化も心の浄化も済んでいくと高い意識のレベルの夢しか見なくなっていったりするんですよ、うんうんうん、たりするので、その順番もあったりするんですよね。はい。だからいろいろ理由があるんです。一つの理由でない、じゃないんですよ。ええ。うん。
で、この、例えばそもそも覚えておかなければいけない物事の言葉だったりも含めて、今は意味がわからないけれども、そういうふうに覚えておきなさいねって言ったことが大事で、実はこの夢の中にはいろんな答えが含まれているよ、そこを感じ取ってくださいねっていうことを教えられている夢だったりもするんです。もう一つの、夢の解き方としてね、なるほあっど。たりするので、この夢だけが特別っていうわけでもないんですよね。うん。で、その方が見る夢の中でもっともっと大事なことはもっといっぱい出てくるとは思います。こういう特殊な夢を見る人たっていうのは、これからも特殊な夢を見ます。意味があって見るから。なんです。ね、そこにつながってるのは今まだよくは分からないんだけどもね。ちょっと今ここですいません、お話の途中なんですけど、皆さんにこのスピリチュアルランキングの青いボタンを押してもらいたいなと思います。すいません、この画面の、パソコンでしたらこの、ユーストリームの画面の上にスピリチュアルランキングの青いボタンがあります。ここをね、ポチッと押していただけますと、このスピリチュアルランキングが出てまして、今スピリチュアル TV5 位になってます。このスピリチュアル TV と書いてあるところをもう一度押していただけますでしょうか。そうするとランキングがアップしていって、もうたくさんの人にこう目に留まるようになって、この番組も、ますます良くなっていくと思います。ありがとうございます。おわめかでとうりごまざいすまか？す。はい。では、続いて、お話、お聞きしていきたいと思います。ちょっとお待ちくださいね。では、先ほど、こちら、山野ミントさんですね。金城さん、夢解きありがとうございました。今、やらなければいけないことがまだ、できていないよ。後悔しないようにね、というメッセージ。と受け止めました。まだ、それが何なのか分かりませんが、目の前に来たことはチャレンジしていきたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうごおざ願いいまます。す。さゆりんごじらさん、ありがとうございました。ありがとうございます。トッおポざいジーまジョす。ささゆりん、はさん。い、こんばんは。一月ほど前ですが、朝亡くなった父親の声で名前を呼ばれ、目が覚めました。穏やかで優しい声でしたが、何か伝えたいことがあったのでしょうか。途切れ途切れで送信してしまいすみません。はい、壁に、達筆で読めない、文章が書いてあり、その横に亡くなった母親がいる夢を見たこともあります。鑑定よろしくお願いしますということですね。ま、トッポジージョさん、はい。ちょっとか、短すぎてわからないですね。そうですね。名前呼ばれただけなんですよね。そうですね。今、穏やかな優しい声で呼ばれたって言ってますね。穏やかな優しい声だから多分大丈夫だと思うんですけど、はい。耳から聞こえた声は僕信じてないんですね。あ、はいはい。経験上。はい。心の中で響く声だったり、はい。頭の中で心の中ではいいのかな。耳から聞こえたりとか、それぼーっとしてるときに、本当に呼ばれちゃった感じで聞こえたってなると、ちょっと危なかったり、そうです誘わね。れたりとかするとかね、あったりするんですよ。私変なももの経から。験あります。だから、これが心の声だとしたら、全然いいと思うんですけど、この言葉だけ、名前呼ばれただけでは、ちょっと判断できません。判断では。名前呼ばれただけではね。そうですね。あと、まあ、その時の状況によるんですよ。なるほどね。まあ、どんな状況で言われたのかとか。そうですね。まあ、お父様が、亡くなられたお父様ですので、またちょっとこう、トポジージョさんの方から、お父さんにこう、まあ、手を合わすときにね、何のメッセージか、もうちょっとはっきり分かるように伝えてくださいって言ってもらってもいいかなと思そうでいすね。ます。はい。あと、そうですね。壁に、これは夢の中かなと思うんですが、壁に、達筆で読めない、文章が書いてあり、その横に亡くなった母親がいる夢を見たこともあります。鑑定をよろしくお願いしますということで。それもちょっと短すぎてね、その前の夢とはまた別の話なんですよね。そうです、そうちでょっと2、3行で終わる夢はちょっとね、よくわからないんですよ。そうですね。短すぎて、キーワードがちょっと足りないんですよね。まあ、読めない、達筆で読めない文字を書いてたっていうことですから、きっとね、お母さんは、ご自身に注目してくださいっておっしゃってるかなと思うんです。
だから、ちょっとこう、例えば、仏壇で、拝んでくださいであったり、思い出してくださいであったり、そういうことかなと思うんですよ。読める文字だったら、それがメッセージだと思うんですけれども、読めない文字っていうのが、ちょっとこう、興味持ってくださいっていうか、ちょっとこう、私を、思い出してっていうことかなって、私は思いましたけど、あと、この夢に関しても、トッポジージョさんがお母さんに、もう少しわかる、メッセージをくださいと言えば、くださるからあとね、だからそこも含めてそうなんですけど、その方ね、その夢を見たときには、お母さんがその横にいましたって見たときには、今のあなたの状況とかはどうでしたかっていうことなんです、僕は聞きたいのは。何があってここにいて、お母さんがそこにいて、お母さんの表情はとか、どんな壁でしたかとかね、怖かったですか、嬉しかったですかとかね、そういうところをちょっと聞きたかったんですよ。なるほど。そういう、ことも、分かれば、もう少しね、わかれつばなもうがる少こしとね、だったんですけど。ができる。またね、よろしくお願いします。今日はね、もうちょっとね、もう21時43分になってきましたのでね、今日はもうそろそろね、ちょっとリンゴさんですね、もう一つ鑑定お願いしますということなんですけど、いいでしょうか。男の人に案内され、ある部屋に続く扉を開けると、男の人と電話機が1台置いてあり、電話をするようにと紙を渡されました。その紙には暗号が書いてあり、暗号通りに電話のボタンを押すと、亡くなった友人が私の名前を呼ぶ声が聞こえました。これは間違いなく本人だと思ったのですが、その先の言葉は聞けませんでした。何かメッセージがあったのでしょうか。メッセージはあったんですけど、これはリンゴさんの能力とかね、ちょっと待ってくださいね。いずれね、いずれ、リンゴさんがそういう、例えば、他人の、思うことだったり、感じてることだったりが、リンゴさんが感じるような感じで、普通に、分かってくるようになると思いますよ。亡くなった方とかも含めて。これは、例えば、スピリチュアルのことを、その先々勉強していったらっていうことなんですけどね。それを、先のことを見せて、ゆくゆくはこうなるために、こうこうこうだから、先のことを見せてあげるよ、みたいな感じでも見せてくれる時もあるんですよ。で、今は現在はそうじゃなくてもね。で、これ暗号っていうのもそうですけど、その暗号も分かったんですよね。暗号通りに電話のボタンを押すとって。その暗号が学びだったりするんだけど、それはちょっとクリアしてるってことなので、リンゴさんがね。結構進んでると思いますよ。で、リンゴさんってさっきのあれですか？そう自分ではす霊ね。的な力は持ってませんっそうでて言っすね。た。あ、大丈夫です。持ってますね。普通こんな夢見ないんですよ。こんな難しい夢見ないんですよ。こんな意味のあるような夢を見ないんですよ、本当はね、普通は。なので、その才能を磨いていくと、ものになりますね、これね。このお仕事とかね。ぜひね、リンリンゴゴささん、ん、大丈夫ですよ。あなたが、何かこう、ね、感じることがあればね、それを進んでいかれるといいかなっていうところですね。ありがとうございます。では、チュミさん、小さい時にお正月にお坊さんを井戸に落として殺す夢を見ました。その後、お城みたいなところから逃げ出して振り返った時に、お城が炎上しているのを見ました。お坊さんを殺したのは、殺さなければ自分が死ぬ、からだという気もします。でも、お正月という時期や人を殺すという夢が、縁起も悪くて、気持ち悪くて、まだ未だに忘れられません。これね、お坊さんかどうかはまた違うんですけど、このチュミさんはね、過去でね、そういう、例えば、過去っていうか、過去世ね。過去世で、そうしなければ自分がやられるとかね。っていうことで、誰かの、自分のためでもあり、誰かのためでもあり、もうやってしまったことがあったと思いますよ。過去世。そ
そういうことが、はい、これは簡単に例えばお坊さんっていうことじゃなくて、うん、お坊さんという誰もが知ってる人だったり有名な人だったり、うん、徳を積んでる人で、うん、有名な人なんだけど、うん、表上は、うん、表上はね、うん、だけど裏側でそういう人たちがひどいことをしていて、うん、これを珠魅さんが知ってしまって、うん、その状況になって危なくなって自分がやらなければやられてしまうっていう状況になって、うん、結果的にやってしまったことなんですよ、うん、これはね過去世で、うん、っていうことをちょっと思ってるんです、ずっと忘れずにね、うん、これは実際今のなんていうのかな、人生でやってきたことではなくて、大丈夫なんですよ、これは、うん、これはね、1個前の過去世というか、うん、これ最近見た夢なんですか、小さい時に見た夢、小さい、うん、そうですね、はい、うんでもそのことに対しての、なんて言うんだろうな。うん。うん、罰とかそういうことではないですよ。大丈夫です。うんうん。小さいとこ、そうそう。うん。うん。で、例えばその方は結構有名な方で、徳を積んでる。かもしれないけれども、この中二さんって方もね、その時代ではそういう立場にあったと思いますよ。はい、これ小さい時の夢らしいんですけどね。中二さん自身もこの過去世で、うん、そういう方と出会っているような立場ですね。で大丈夫ですよ。慰めるつもりではないんですけど、慰めてもいいんですけど、過去世でね、誰でも人殺してますよ。あ、はい。何回か、ね、何回かの人生の中で ね、そうですね、殺したり殺されたりしてるんですよ。大丈夫です。はい。大丈夫です。そう。まあ、本当に、悔い改めるっていうかね、まあそういう経験が、そう、私たちも、やっぱそういういろんな、こう、まあ、心に、辛い思い出っていうか、そういう経験があるからこそ、人の痛みとか苦しみとか、またそういうことをする人に対しての思いやりとか、そういったことをね、知ってるのかなと思うんですけど。うん。うん、自分、うん。それもあるしね。うん、そうそうそう。うんうん。で、うんうん、なんていうかな。これそこまで言うとちょっとまた違う話にもなるんだけど、うん、正しいことのためには、やりたいことのためにはとかね、はい、これをやらなければならないんだっていう高い意識とか強い意識、うん、トラウマとなって意識には残るかもしれないけど、これは自分にとっても他人にとっても必要なことなんだっていうことで、この時代にやってしまったことがあった。うんうん、でも、それをやったおかげで、他の人が救われたことも多々あったんですよ。はい、いっぱいあったはずなんです。うんうんうん、で、例えば、誰かが何かの邪魔をしてしまうから自分はこういうふうに動けないとか、自分はちょっと思うところはあるけど、人が、こう思うかなとか、人がどう思うかわからないから怖いからやりたくないとかっていうのが違う、うん。まず自分のやりたいことが前提に一番先にあって、それをやるためには、障害が出てくる。その障害は人が関わってると。うん、でその障害を排除するには、その人との縁もなくなってしまうとかっていうことがあったとしても、自分のやりたいことは結局やらないといけないんですよ。うん、で、結果、やり続けていくと、その なくしてしまったご縁も復活してきたり、新しいご縁も増えてくる。うん、その過去のご縁は過去のご縁として大事に思うだけでいい、うん、ってこともあったりするんですね。で、そことちょっと似てるところがあって、うん、思うところがあるんだったら、怖くても前に進むべきところは進まないといけないところがある。本当ね、うん、そういう厳しい経験をしてきたんだと思いますよ、君さんは。みんなのためにもね。なるほど。うんうん、でもそんなに怖く思う必要もない、罪に思う必要もない。はい、ありがとうございます。はい。では、はい。ちょっともうね、お時間の方が、迫ってきましたので、一応ご質問はここで打ち切りますけれども、最後の方かな、ウッチーさん、よろしいでしょうか。はい。はい、こんばんは、今日も見られて嬉しいです。気になった夢があるので、鑑定よろしくお願いします。
私は夢の中で自分の姿を見ました。そして大丈夫だよと自分で自分を励ましていました。そして夢が、切り替わり、携帯に写真が送られてきました。その時に、探せと耳元で聞こえました。声が聞こえたことにびっくりして、何も考えられないほど、焦り、探さないといけないと思っていました。ですが、いろいろ考えているうちに、携帯の画面が変わって、意識を落として、世界の平和を祈りなさいと、出てきました。その時に直接的に何かをするのではなくて、祈ることで伝わるものはあるんだよ、ということだったのでしょうかっていうご質問ですね。これは、いくつも答えがありますね。祈ることもで伝わるものがあるんだよって、これはこれで一つの答えで、はい、直接的に何かをすることではなく、意識でもつながってるよとか、意識を向けることでそれが解決することもあるよとかね、はい、もあるし、で、もう一つは、意識を落として世界の平和を祈りなさい。簡単に言うと、意識、ワンネスね。はい。ワンネス一つで、すべては一つなんですけど、それが細分化してみんなの意識につながっているんですけど、その意識を、すべては一番大事なのは愛で、愛という塊みたいな意識なんですけど、そこから意識を落として、やらないといけないこともある。世界の平和を祈りなさいも含めてそうですけど、やらないといけないこともある。あと、一番初めに出てきたこの答えというかこの探せというのも、自分の写真に変わって、自分の写真が送られてきて、探せというのは、自分を探せということでもあるし、自分がやりたいことを探せ、自分の役目だったり、やりたいこと、役目やりたいこと、ワクワクすることは、基本的にそこしかないんですけどね、そこしかないんですけど、そのことでもある。で、ちょっと最後には、ちょっと答えもいっぱいあるんだけど、まずは自分っていうものを探して、自分はこれだっていうもの。で、自分の、何さん？ウッチーさん、はい、自分自身の性格はもう自分でよく分かってきてるよね、そろそろね。分かってきてて、自分のやり方で自分の好きなことを、もうどんどん先に進んでいってください。障害はいろいろあるとは思うけれども、いろいろ、ぶつかりながらも、間違いながらも、どんどん前に進んでいって、自分のやりたいことを追求していってくださいね。仕事でも趣味でも何でもいいですけど、好きなことで、前のめりに、で、自分を探して。で、やりたいことが見つかっていくうちに、これが自分っていう、これぞ自分っていうものが、確信を持てるようになります。確信を持てるようになる。で、焦りはいらないので、大丈夫です。そんな感じですかね。ちょっと順番はちょっと違いましたけど。そんな感じです。はい。ありがとうございます。ネオさん、ポチッと、そして5位のスピ TV にということですね。はい。ゆうこさん、はい。ありがとうございます。何か言いたいことがあるんですね。わかるように見せてね、とお願いしてみます。そうですね。はい。ネオさん、水色のスピリチュアルランキング。はい。ありがとうございます。ね。ネオさん、ご協力ありがとうございます。はい。そうですね。あと、どうですかね。お時間の方は、もう、ちょっとね、あれですけど、ちょっとね、いいですか？はい。サイリンゴジラさんなんですけれども、時間があったら夢診断お願いしますということで、自分の歯がどんどん抜けてしまって、新しい歯がどんどん生えてくる。とても気持ち悪い夢を、時々見ますということで、まあ、そうですね、ちょっとね、ドッキリしましたね。はい。生まれ変わりです。あ、すごい。歯が抜ける夢は、悪い夢って言われてるところも、本によると多いんですけど、はい、自分の中では生え変わるんですよ。あ、これって、生え変わるんですけど、はい、もちろん気持ち悪いこともあると思うんですよ。歯が抜けるから。だけど、なんていうかな、何かが変わる。で、それを、何かが変わって、それを自分の中で、なんていう改善じゃなくてね、なんていうのかな。何かが変わって、変化が起きて、その変化をうまく自分に合わせていく。うまくそれを
自分流に合わせるというか、まあ、自分流でもいいんですけど、うん、プラスに持っていくっていうかね、うん、もちろん悪いことではないんですよ、うん、悪いことではないんだけど、プラスに変換していく。で、多分最近小塚さんは、まあ、できると思うんですけど、自分自身が関わることで、ネガティブなこともプラスに書いていく。受け取り方次第、例えば向こうはネガティブ発信してるっていうのは意識してるんだけど、こちら側はプラスに受け取って変化して返していくんです。うん、頭の中お花畑状態でいいってことなんですよ。これは頭の中身のことではないんですよ。はい、変換して返してあげる。はい、あなたの意味は私には通じないですよっていう意味なんですけど、はい、嫌味を嫌味として受け取らないような感じで変化させて返すんですね。うん、で、あの人にはいい意味で何を言っても無駄だなっていうことを思わせてください。はい、ある意味、はい、あの人に嫌味や何か言っても伝わらない。いつもポジティブに返されるっていうふうに自分をある意味変えるんですね。で、それが今できる人なんです。最近ゴジラさんできる人なんですね。でそこに今の夢の話ね、はい、夢の話で、でこれからもしかしたらいくつか変化があるかもしれない、ね、あ、はい、変化かもしれない、うん、だけどその変化を自分流に返すことによって、うん、プラスに全部左右させて、うん、でそのことを全部後ろが見てるからね、見てるから、うん、もうこの方はいろんなことが起きてもプラスに転換して、うん、変えていって、うん、波及していくんだなっていうかね、普及していくんだとか、うん、ってことを見てるわけですよ、うん、見てて。で、そういうことをもう例えばそういう試験が通ってこの人はもう大丈夫だっていう、うん、サイリンゴジラさんはもう大丈夫だって、これ何が大丈夫かっていうと、我々がいつもそばにいなくても大丈夫だっていうサインなんです。向こうの神様方、あ、もうこの方には任せても大丈夫っていう、うん、向こうの世界の神の世界の太鼓判っていうのがあるんですよ。これをおっしゃった人たちは、いつも簡単に言うと、神様方がいなくても神様方の力をいつでも使えるってことです。ああ、なるほど。簡単に言うとね、うん、この太鼓判がその意味なんです、証明なんですよ、うん、あって、これ世界中にそんないっぱいいる人じゃないんで、いっぱいいないんですよ、はい、地球は、うん、いなくて、本当に有名な人がその太鼓判を持ってるんですよ。押せられてるんです。太鼓判を持ってるというか。うんうん、で、この人たちが本当に困った時には、神様方も集合をするんだけれども、もう一人の神様としてね、はい、これこう言っちゃ変ですよ。変ですけど、語、うん、弊だけど、一人の神様として、もうこの方には我々がついてなくてももう大丈夫だと。うん、同じようなサポート、人間をサポートする側だとね。はい、そうですね。受け止めてるので、うんうん、その神々が他の人をサポートしに行くんですよ、うん、今度ね、うん、で何が言いたいかというと、神様方は自分たちが守らなくても自分で自分のことを守りながらやっていけるような人たちを作ることを願ってるわけ、はい、うん、簡単に言うとね、はい、うん、だから自分で自分のことを自立、精神的にも、うん、生活面とか自立できるようになるために、うん、なるために精神的に強くなりなさいって言ってるわけ、結局はね、言ってるんだけど、サイリンゴジラさんはそのところにちょっと来てる、うん、はい、っていうことです。はい、ね、話しよかったですね。分かりづらいですけど、はい、そんな感じ、はい、サイリンゴジラさんですね。ありがとうございました。ね、よかったですね。はい。では、そうですね。チミさん、鑑定ありがとうございました。小さい時に見た夢でしたが、気持ち悪くて、そして殺される側ではなく殺す方だったので、怖くて気持ち悪くてずっと気になっていたので、お話を聞いて、聞けてよかったです。ね、気持ちが、少し、はい、楽になりました。ということでね。はい、ありがとうございます。リンゴさん、リンゴさん、鑑定ありがとうございました。私の、この先の人生が楽しみになるメッセージでした。ありがとうございました。ということでね。はい。よかったです。ウッチーさん。ウッチーさんですね。鑑定ありがとうございます。ゾクッときました。
気づきを生かしていきます。また次回楽しみにしています。はい、今日も皆様本当にありがとうございました。ね、もうたくさんの方にこうしてね、コメント、書き込みいただきまして、ね、にゃんまるさんもね、にゃんまるさん。そうですね、本当にね、ありがとうございます。ね、はい、またね、今後ともね、こうして、1ヶ月に1回、仮眠中、近所タムズさんに、不思議な出来事、あと夢時をね、していっていただこうかなと思っておりますので、皆様これからもよろしくお願いします。そしてね、なんかこう。来年で1年か。来月で1年もう、今回で、12回なんです。そう。ありがとうございます。はい、お世話になります。そうですね。もう、1年と、1ヶ月は経ってるかなと思うんですけど、途中1回ね、はい、抜けたので、はい、毎月ね、こうして、このタムズさんにいろんなお話をお伺いしています。ね、もう目から鱗のこともね、たくさんあるかなと思いますし、このスピリチュアルのね、ことされている方、興味のある方、日頃ね、なんか、どうしてかなと思うこともあると思います。私は、ともかく近所タムズさんが優しくね、解いてくださいますので、ぜひね、これからもね、いろいろ、お聞きいただきたいなと思います。ね、はい、はい、では、冗談を通じるはい、なんせ、ナンクルナイサーですからね。ね、ぜひ、はい、冗談も、大丈夫なんで、時々こう、笑わせていただけるといいかな。はい、大丈夫なんはい、では、まあ、そろそろ近所田村さんの方から、皆様に、ご案内がありますか？はい。はい。来月の11月の12日、はい、日曜日なんですけど、はい、心と体が喜ぶ癒しフェスティバルが、沖縄で第2回のね、はい、第2回が開催されます。はい、で、もしよかったら、ちょっと沖縄旅行とかいらっしゃいましたら、ぜひお越しください。で、まだね、出店者もあと数名だったら、参加できるので、うん、もしよかったら参加もなされてみてくださいね。セラピストの方々、ぜひぜひ出店もされてみてください。で、場所はですね、浦添市手だこホール市民交流室です。で、バスでも行けますのでね、全然。で、駐車場も、大きい駐車場も完備されてるので、ぜひ、よろしかったら遊びに来てみてください。イベント価格で、お安く、セッション可能ですので、もちろん僕も出店する予定ですので、ね、はい。はい、よろしくお願いします。あと一つ、12月に、ちょっと手帳が今ないんですけど、12月、14日から12月25まで、東京出張がまたありますので、はい、もし個人鑑定、希望する方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。はい。はい、テレコンにもね、はい。出展してくださるんですね。はい、そうですね。はい、このテリコンですね。ちょっと今、こんな感じで、テリコンね、ご案内しています。また、ここに、近所タムスさんもね、出展してくださるので、はい、皆さんぜひね、関東方面の方もお越しいただけたらなと思います。はい。よろしくお願いします。まあ、私の方からもちょっと、ご案内があります。まず一つは、明日の朝、8時からは、あんこと、クイラのね、〇〇コンビということで、まあ、元気よく生きていくためのお話、そしてあと、カードでね、鑑定もさせてもらおうかなと思っています。そして、5日、来週の5日は、神戸でね、癒しスタジアムっていう、イベントがあって、そこに、出展しています。もしよければ、過去生からのメッセージということでね、過去から未来につながるということで、結構ね、過去生でこんなんしてましたよって言ったことがヒントで、今、過去生で絵描いてるって言われて、今、点描がやってるんですとかね。まあ、なんかこう、セッションしてる間に、なんか、自分がセッション、するのかなって、思って、もう、そう、次の時にはね、お客様じゃなくて、中で、セッションされてたりとかね。
結構皆さんすごい展開でね、自分の夢に向かってね、進んでいけるっていうあのセッションしてますので、ぜひ、お越しください。お待ちしております。いいですね、はい。今日も本当にありがとうございます。はい。ありがとうございます。はい。ぜひまた、今度11月もよろしいでしょうか。はい。はい。あ、僕ですか？はい。はい。もしよかったら。もうぜひぜひね、11月もね、はい、よろしくお願いします。まあ、夢もちょっとこう、見たときに、書いといてもらうといいかもわからないですね。あ、そうですね。はい。はい、また来月。そうですね、はい、あと表情とかね、声とかその時の状況とかもね、もしね、まあ、そうですね、ね、あと具体的にもし分かれば具体的に答えやすいです。そうね、はい、産業とかだと難しいですね。企業とか産業とかだとね。そうですね、はい。まあ、できればあなたも、自分のこう夢に、ちょっと意識を向けていって、自分からのこうメッセージでもあるんでしょうかね、夢っていうのはね。うん、で、例えばね、例えば2行3行じゃなくて細かく書いてみようとしてね、細かく書いてみようとして描写しようとしたときに、その描写しようとして思い描くときにその過去とつながってたりするんです。またこの夢を見た瞬間につながってたりするんで、はいはい、これって本当はいいことなんですよ。そこでいろいろ自分で分かるようになるとかね、あったりするんですよ。自分で聞くまでもなく自分自身で分かるようになってきたりもするのでね、うん、描写するっていうか表現するっていうのは大事なことですのでね、とても、うん、いいです。書いていくっていうのはいいですよ、とても。ぜひね、まあ、ぜひね、よろしくお願いします。本当に今日もね、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、今日も、皆様、素晴らしいね、こうなんかこう、いい夢を見て、ね、お休みいただけるといいなと思います。ではまた、来月よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ではちょっとね、切っていきますので、しばらくお待ちください。では、ありがとうございました。